防災を特別なことにせず、一日一防災を目指して身近なものにしていきましょう。さて、今日ご紹介するのはすぐに準備ができるこちら、防災ポーチです。はい、はい、防災ポーチっていうのは、はい、これ家とか車に備えておく非常用持ち出し袋とはまた違うんですか？はい、そうなんです、違うんです。この防災ポーチは普段からバッグに入れて持ち歩く防災グッズのことを言います。東日本大震災の際には青森市で600人の帰宅困難者が出てしまいました。災害はいつどこで起きるか分かりません。普段から備えておきましょう。こちら中身は人それぞれ違うとは思うんですが、この防災ポーチには防災グッズ10種類ほど入っています。例えばこちら、マスクやアルコール消毒です。すでに感染症対策として持ち歩いている方も多いですよね。災害時もこの2つがあれば安心して避難所などに向かえます。次に小さいサイズの懐中電灯です。こちらは停電時に手元や足元を照らすことができます。ポーチのチャックなどにつけておくと探しやすくて便利です。続いて携帯電話の充電器です。災害時にバッテリー切れで連絡が取れなくなることを防ぎます。その他災害時も様々な用途があるポリ袋や、非常時に音で知らせるための笛、寒さをしのぐアルミ保温シート、チョコや飴、圧縮タオル、絆創膏、携帯トイレなどです。これらはすべて100円ショップなどで揃えることができます。小さなポーチにこれだけ入るんです。そうですね。持病のある方はポーチに常備薬を入れておくと安心です。また携帯ラジオを持ち歩くと災害時にしっかり情報を収集することができます。自分に合った防災ポーチ、ぜひ皆さん考えてみてください。ではまとめです。はい、防災ポーチはお守り代わり、自分に必要なものを入れて安心を持ち歩きましょう。